こんにちは、ロジャー堀ですえ来週の日経平均がどうなるかをまた考えていきたいと思います先週ですね、1回ちょっとお休みをしてしまいましたのでまあ、2週間ぶりということなんですけれどもまあ、この2週間の間にですね東京市場、ニューヨーク市場の方ではですねいろんなことがですね、えー、起きましたニューヨーク市場の方はですね えーまあ、ちょっと、まあ、個人投資家の皆さんには馴染みがないかもしれませんがオプションとかですね先物といったですねいわゆるデリバティブというふうに我々が言っているものを通じてですねプログラム的な売買つまりですねコンピューターを使ったですね、えーまあ、プログラム売買といわれるものですねこれがですねいよいよ威力を発揮し始めましてこのニューヨーク市場の下落にですね、えー、また拍車をかけてしまったといったそういった期間になりました。 一方、東京市場の方はですね実は これまで東京市場をですね支えてまあニューヨークが下がってても何とか持ちこたえていた原因になっていたのがまあ為替だったんですね。まあドルが強いからまあ東京市場の方はあまあニューヨークが下がっても何とかなっていたしかしですねこのえドルにちょっと異変が生じましたね。130円台をしていたまあ,あドルがですねまあ128円そこそこまでですねえドル安があまあ一時進んだとそのそのことでですね東京市場の方も、えー、ニューヨーク にですね連れ安をしてしまった局面が出てきましたでしかしですねまあえー、今週末、えー、またですねニューヨークが大きく下がってそして東京市場がそれに対して今どうだったかということをですね非常に、まあ、注目されていますそして来週これこういった動きを、えー、受けてですねどうなるのかこれちょっとよくですね考えてみたいと思います、えー、チャットの方ですねちょっとご覧になっていただきたいと思います。 デイトレードに興味はありませんかラインから無料で僕が実践しているトレード方法を知れますよ詳しくは画面右上にあるリンクからどうぞえまずですねここに出ておりますのが、えーまあ、日経平均ですね日経平均はですね、えーまあ、こうあの波動をですね下降波動を描きながらこういうふうに下がってきましたでですね えー、ここが頂点ですから、えー、下がってきて1回目の波動2回目の波動そして3回目の波動ということですねで素直にですねちょっといろんな邪念をなくしてこのチャートを見てみますとですね、えー、この下落局面この下落局面というのはですねちょうどそのまま横に行くとですねこのですね、えーまあ、ちょうど3月ですね3月の えー、半ばのこの窓が開いてるとここですねこの窓を開いてるところをちょうど閉めた動きになってます。つまりですね日経平均ここで急落してです、ね、うわどうなるんだっていうふうになったかのように見えますけれども実は単純に窓を閉めにいっただけだというふうに、まあ、チャートではまあ考えることができます。つまりまりりここまで下がったってまあ当たたて当前別に あのそれほどですねこれでなんかあの急落したっていうわけではないというふうに解釈もできるということです。そしてですね次の回復の局面でちょうどここがま上昇のま天井になってますね。でこの上昇の天井というのが前回のこの時の天井と。 ほぼ同じ水準になっていますちょうどまあ2万7,000円のとこですねつまりまあ前回も2万7,000円をつけて下がり今回も2万7,000円をつけてからまあ下がってきたと、まあ、そんなようなあ全く同じような動きになっていますそしてですねこれがまあ実は今日なんですけれども今日の動きでですねこの一旦ですね大きく下にですねひげを振ってから、まあ、戻ってきて、えーまあ、終わろうとしているというような感じになってますねでですので この動きはですね言ってみれば、えー、このチャートの動きでいうとですねこここれでワンセットですね。 ですので、これはですね、まあ、いわゆる日本語で言う、まあ、あの逆三存というようなですね、チャートの形を言うんですけれども、まあ、逆三存ができればですね、それで底根を打ったというふうに、まあ、解釈ができるというふうに、まあ、昔からですね、チャートの見方としてそういう見方があります。で、うまくこのまま日経平均が戻っていけば、そのここでですね、逆三存ができて、えー、底根を打ったというふうになるかなというですね、期待ができるチャートの形に見えていますね。 で片方でですね、ちょっとニューヨークの方を見ていただきたいんですが、ニューヨークはですね、こういう動きになっています。まあ、この昨日ですね、ニューヨークダウンは1160ドル安というですね、大幅下落をしました。そして、前回の安値とですね、まあ、前回の安値までいかなかったんですけれども、まあ、安値の手前でなんとか下げ止まったんですが、しかし、それほど戻らずに終わっています。で、このニューヨークのですね、 チャートを見ていただくとですねちょっといくつか気づくことがあるんですけれども一番ですね皆さんが見ても分かりやすいのはこの赤い線がですね長くなってるということですここで非常に長い赤い線ここも長い赤い線ここもそうここもそうここもそうですねで、このですね長い陰線ですねこれがですねニューヨークの今の癖になっているんですでこれはどんな癖かというとですね 長い陰線の場合は一旦ここで寄りつくわけですねこの一音用のところで寄りつくそして 下がり始めたらですね、そこに一気にですね、下げに拍車がかかっていくという、そういう下げ方をしているということです。で、この動きはですね、コンピューターを使ったプログラム売買が大きく影響しているわけですね。このですね、コンピューターを使ったプログラム売買はですね、一旦下がり始めるとですね、その気配を察知して、他の人が売るより先にですね、プログラミングによって売ろうと、要は、 少しでも早く逃げようという動きをですね、コンピューターはするわけですで。ところがですね、あらゆるコンピューターが同じようにですね、他のコンピューターよりも早く売ろうとするものですから、どん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 下げ幅が大きくなっていくという、そういう現象が まあ、ニューヨーヨクでは起きてるわけですねですのでこのように大きなあ下げ幅が出てくるでここでですね前回この大きな陰線を引いた時も、えー、前日に大きく上がりましたで大きく上がったことで上がりすぎというサインが出てみんなが一斉に動いてくるで前今回もそうですね1234日間上がった。 4日間上がって幅も結構上がってる。だから上がりすぎ。さあ、プログラム売りが出てくる。こういうですね、下落の仕方をしてるんです。で、しかしですね、まあ、なかなかあの、 えーまあ、こういった下落を起こしたときにですね、まあ、いろんなまあニュースの記者さんやですね、あるいはまあまあ専門家も一部そういうところあるんですけれどもこういうですね、プログラム売りによって下がりましたという簡単な解説ですとですね、なかなかお金が取れませんのであの無理やりですね、下げ,る下げた理由をですす。ね、くっつけてます例えば昨日の下げはですね、その前のウォルマートやですね、ターゲットというまあアメリカのまあ小売の会社があるんですけれどもこういったところが決算が悪かったと。 いうことがまあ大きな下げを生んだとかって言ってます。けれども、皆さんこういう報道を全然ですね。あの全く信用するに値がしておりません。正直ですと、それ後でついた理由ですね。単に上がってきた上がりすぎに対するプログラム売りが発生したということがですねここのところのニューヨークの下げの要因です。でただですね。こういったプログラムをされるということはつまり、ニューヨークの投資家はですね。みんな。 一旦、この、もし、入浴市場が上がってきたらですね、一定の上昇幅が来たら、もう、売ろうというふうに、プログラムをみんなしているということです。つまり、みんなですね、ニューヨーク市場がもう、こっからどんどん上がるというふうには思ってないということですね。つまり、ちょっと上がったら、よし、売れっていうことでですね、売る。そして、下がったところをまた買う。そういうですね、短期売買のプログラムが中心的に行われている。まあ、このことに、まず注意をしていただきたいと思います。そしてですね、 東京市場、もう一回見てみますけれども、東京市場はですね、このパッと見ていただいたら、もうニューヨーク市場とですね、チャートの形が全然違いますね。ニューヨーク市場、こんな形です。東京市場、こんな形です。まあ、あの似てるようで、全然違うチャートになっています。さっき申し上げましたように、東京市場はですね、この逆算存の形ができるかもしれない、まだチャートとしてですね、上昇波動に戻っていくチャンスがある波動になっています。 しかしですね、ニューヨークの方は、これだけ見るとですね、またこれ上がったってどうせ売られるじゃんっていうですね、そういう投資家の心理がありますので、まあ、僕が見る限りですね、まあ、前回もちょっと申し上げたかも分かりませんが、ニューヨーク市場の上昇というのはですね、一旦難しい状況になっているというふうに思います。ただですね、じゃあ東京市場はニューヨークが下がっても、ここから本当に戻っていくのかどうか、それをですね、えー、占っているのはこの為替ですね。 前回のですねこのまあ、動画でもちょっとご説明しましたけれども東京市場がですね強いとするとですねドル高ま130円程度のドル高というのがですねどうしても条件になってきますこのドルがですね今回ですね130円台を推移してたのがですねここですね一気にですね128円フラットのところまでですね、えー、下がったんです でこの下がった要因もいいろろあります。しかしですね為替がこういうふうに円高になるこの移動平均線を割るような円高になっているこれはですね東京市場にとって非常にまずいことですね、まあ、もしこの円高がですねまた128円で止まればいいですけれども7円6円といくようですとですねニューヨーク市場に連れて下落すると思います、まあ、しかしですねもし128円でだいたい止まる ということであればですね、東京市場の方は一旦ですね、まあ、あのー、 こちらで見ていただくとですね、この辺の水準をです、ねえー、としばらく続けるかも分かりませんけれども128円という為替相場をです、ね、しっかり折り込めばまた上昇していくと思いますそして一方で130円台に入ってくるまたです、ね、為替が130円台に入ってくるとなればです、ね、この逆算増の形が生きてここからです、ねえー、上がっていく可能性っていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。 機関投資家はもうプログラム売買をすることしか頭に置いておりませんので上がったら売れだとということだけですねしかしですね、えー、政治家はですね、まあ、株価が下がるとですね岸田さんなんかも自民党の、まあ、これ選挙に。 まあ、あの参院選挙ですねこれにですね大きく響く可能性がありますのでどうやったら株価を維持させることができるのかっていうのを一生懸命考えてますねで個人投資家の皆さんはですね、まあ、もう純粋ですもうなんとか上がってほしい、まあ、しかしですね、まあ、企業業績が幸いなことに、まあ、日本の企業の業績はですねそれほど悪くないっていう感じがあまあ今出ておりますので為替が落ち着きさえすればですね、まあ、上昇波動に乗ってくれるんじゃないかなというふうに思います。 えー、まあ、来週のですね相場をですねこうバッチリまた、えー、当てるのはですねこの為替のこともありますのでなかなか難しい面があるんですけれども、えー、おそらくですね為替はですねま130円までつかないにしても129円台には戻るんじゃないかなという雰囲気がありますやはりニューヨークアメリカの景気は非常にいいですから あのやはりですねドル高がですね基本な基調になってはくると思います。でですね片方でそうなればですね、まあ、日経平均の方はですねこの水準に今ありますのでだいたいですね、まあ、2万7,000円に乗せる手前2万6800円ぐらいのところでですね、まあ、来週末は終わってくれるんじゃないかなというふうに思います。えー、ここをしばらくはですね、まあ えー、選挙を控えたです、ね、岸田さんの政策、それと為替、ねえー、の動向。 この2つにちょっとですね注目していただきましてですねまあニューヨーク市場の方は乱高下します乱高下しますので上がったとしたってまた下がると思いますで下がったとしてもまた上がってきますこのですね乱高下を繰り返すだけですからこのニューヨークにあまり引っ張られて考える必要はないと思います皆さんあのしばらくですねまあ東京市場の安いなと思われるところを拾いつつですねえー、短期売買と中期売買の両方がですね今できる環境かなというふうには思いますので是非ですね 東京市場でーーには挑戦しししててみくくださいいよろしくお願いしますもっと正しくトレードを知りたい本格的にデイトレードをしてみたいそんな方のために LINE から無料情報を配信しています今すぐ知りたい方は画面右上にあるリンクをクリックしてください詳細はこの動画の概要欄から知れますよ是非この機会にデイトレードを始めてみてください デイトレードコツさえつかめば簡単にできますよ。